んばんはぶちゃん。あ、GH ニュースキャスターのはぶみずほです、はい、ありがとうございます。すいません、失礼いたします。今日も可愛いじゃないですか。ありがとうございます最新スマホゲームアニマエアルケーの速報です、うん、このアニマエアルケーとは、うん、様々な生き物が変身した獣耳少女の式神たちが和風スチームパンクな世界を舞台に、うん、最悪から人々を救う冒険を繰り広げる、うん、動物擬人化式神少女バトル、うん、RPG です。動物擬人化式神少女バトル、うん、RPG、はい、って何って聞いてくださいお願いしますか。それって何ですか。あ、まずはこちらをご覧ください登場キャラクターは動物が変身した式神たちなんですが、その式神たちはとにかく可愛いんです。確かに可愛い、うん、可愛いね。けど敵との戦いになると一変、とにかく強いんです。おファンタジーとアクションと動物が融合された新作スマホゲームなんです、うん、かわいいかわいい。このゲーム、うん、RPG だけではなく、うんうん、なんとダンス作成もできちゃうんです。どういうこと、うん、RPG のねさっき感じは見ましたけど、うん、はい、はい、実は私もう作ってきたんで見てください。え、ハブちゃんが。テーマはですね、萌え萌えキュンってなってます。あら、はい、もう萌え萌えキュンといえばエリーさんですから。そうなんですよ。いや俺じゃないでしょもう本当に3、2、1。あー、エリーさんっぽいですね。エリーさんっぽいのこれそうですね。これポイントはどんな感じなんですか。ポイントはですね、笑顔で、はい、目をつぶる勢いで、はい、満面の笑みで踊るっていうのが大事です。とても表情豊かな、はいはいはい、キャラクターになってます。あとはカメラワークとかも自分で全部決められるんですよ、うん、なのでエリーさんっぽいものをちょっと俺っぽいのかなハブちゃんがそう言ってるからそうなんですよ。でもすごいね。だからこういうダンスショーみたいなのを自分で作れるってことなんですか。そうなんですよ。私が作ったダンス動画いかがでしたか。いや、あの可愛かったですよ。あ、うん、以上、ハブミズホの GH ニュースキャスター